はい、どうも。はじめまして。モナモデルの中島銀次郎と申します。現在、芸能プロダクションモナ、モナの事務所のモデルとして、役者として活動しております。じゃん、これがモナです。ドーン。はい。現在ですね、このモナの雑誌の、次号の表紙モデルを決めるオーディションに現在チャレンジをしております。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、ババン。皆様には何か夢がございますでしょうか。はい。僕の夢は、メンズ初の表紙モデルになって、モナを全国へ、そして3年後の大阪城ホールでのモナのファッションショー、その先の五大ドームツアーをするっていうことが僕自身の、夢です。はい。モナと出会って4年間が経ちました。本当にこの4年間、一般人だった僕自身がモナと出会うことで、本当にいろんな経験をさせていただくことができました。モナモデルになるために挑戦したりとか、モナモデルになった後、なかなかチャンスがつかめなかったりとか、逆にいろんなファッションショーに出させていただいたりとか、本当にいろんな経験をさせていただきました。その中で本当に振り返ると、僕自身、何か選ばれなかった時期とか、本当にうまくいかない時期っていうのがたくさんたくさんありました。でもこれは皆様にももしかしたら合うんじゃないかなって思います。本当に僕自身が、動画配信もしているので、その中でイベント出た時に2位だったりとか、本当にあと一歩っていうところがすごくすごく、多かったです。なんでなんだろうって、どうやったら次取れるんかなってすごく考えたこと、たくさんたくさんありました。そんな中で一つ出会った言葉がありました。一本の映画を撮るような人生にっていう言葉に出会いました。本当にその時ビビッときました。一本の映画のように、本当に順風満帆な人生じゃなくて、山あり谷あり、うまいこともあれば、うまくいかない時もあって、泣いたり悩んだり、そんな時もあってもいいんだっていう、そういう言葉でした。本当にその言葉に救われました。その言葉があったからこそ、2位があった時も、絶対次はって、次はやったんねんぞっていうことで、本当に雑草魂で這い上がることができました。モナ自体もまだまだ、本当にね、五大ドームツアーって言っても、まだまだかもしれない。で、本当に、今現在、まだまだ僕たちでも、モナのことをしてくれてる方がいて、モナのことを応援してくれる方がいて、そして、モナモデルという仲間がいて、大切な人たちに囲まれてるから、今現在頑張ることができて、絶対この五大ドームツアー、そして、大阪城ホールでのファッションショー、僕自身も表紙モデルで、ね、もっともっとモナのど真ん中で活躍したいって思っております。長くなりましたが、本当にいつもたくさんの応援をありがとうございます。この1ヶ月間、本当に人生をかけた大勝負です。一人のメンズモデルとして、一人の男として、もっともっと引っ張っていく、もっともっと頑張ることで、もっとモナ盛り上がるんちゃうからっていつも思っています。できるとかできないとか、そんなことはどうだってよくって、自分がなりたいビジョンとか、なりたい夢、こうなりたいな、こんなことがしたいなって、絶対そのままでいいと思います。僕は、なりたいビジョンに向かって、これからも、何度も挑戦し続けて、そして、何度も這い上がって、この表紙モデル、そして、その先の、全国へ、なりたい自分に向かって、走っていきますので、一緒に、メンズ初の表紙モデルを、叶えに行きましょう。ありがとうございました。